はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーになっております。なんか、何にも聞かされてない P さんが付き合ってくれてますけど、はい、お疲れ様です。どうぞ。何のこっちゃ。はい、何のこっちゃということだと思うんですけど、ちょっと緊急的にね、お仲間さんと P さんに報告しなきゃいけないことがありましてですね、はいはい、先日、賽銭箱企画、久々にお話ししたら、そんなんあったのなんてね、久々のお仲間さんなんかは、久々っていうか、まあ、最近お仲間さんになっていただいた方なんかはじゃそりゃという方結構いらっしゃったんですけどね、まあ、しょうがないんですよ、企画僕のね草レース今一度50の親父がどこまでできるかというね復帰じゃないな、復帰というかもうほぼ終わってる男なんで、復帰も何もなんだけど、はいはい、まあ、そこをお手伝いいただける方ね、応援してもらって馬主になってもらったら面白いんじゃないですかみたいな企画でやってましたけど、賽銭箱の方に関しては遊び来てもらわないと入れられないじゃないですか、まあそうですね、このコロナ禍の中で宣伝してもしゃあないなと、賽銭箱には入れてもらいたいけどじゃんじゃん遊び来てくださいってわけいかないので、まあ、ちょっと封印されてたわけですよね、はい、でこの間お話ししたら、コメント欄で最近応援していただいてるんですけど徳山様はい、よくコメント欄で最近お見かけすると思うんですけど、はいはい、最近応援していただいてて、さくらさんのところからね、うちの方に流れてきてもらったみたいなんだけど、まあ、随分ね、さくらさんのところとうちって毛並みが違うから、まあ、何面白がっていただいてるのかよくわかんないんですが、はいはいはい、実は、賽銭箱企画の方で、ちょっとサポートしていただいたんですよ、今回。でどういった形のサポートかっていうのは動画では申し上げられないんですが、はいはいはい、後ほど P さんには詳しくお話しますけど、はいはい、まあ、サポートしていただいて、まあ、要するに賽銭箱企画のサポートってことはもうしっかりね、応援するから MotoGP 目指して頑張れよということだと思うんですけど、まあ、そんなことは絶対ないと思うんですけどね、まあ、でその時を同じくして、徳山さんがご夫妻からご夫婦で見ていただいてるみたいなんですけど、ちょっとお手紙もいただきまして、詳しくはね、お見せできないけど、はいはいはい、お手紙もいただいて、はい、まあ、賽銭箱の方に直接、ちょっと大阪の方なので、直接お店の方遊びて、賽銭箱でね、お入れしてサポートっていうわけにいかないので、こういう形でということで、はいはい、だったんで、はい、で、時を同じくして手紙が届いて、同封されてた中に、まあ、本当ね、ご丁寧にちょっと直筆のお手紙いただいて、はい、なんかね、お二人が趣味でステッカー作ってらっしゃるみたいな。要するにご夫婦揃ってね、バイク乗りなんですよ。あ、そうなの。コメント欄でやり取りさせてもらってると、最近息子さんもバイク乗り始めたみたいでね。あら。いや、いいっすよね、ご夫婦でね。なんです。だからステッカーをね、こうやって送っていただいたんで、で、お手紙の中にね、謙虚な感じでね、マスター走るときに、とか貼っ付けてもらって、シートの裏でもフェンダーの裏でもいいんだけどみたいな書いてあるんだけど、はい、そんなわけいかないじゃないですか、ね、ちょっと掲載寄ってもらっていいですか。はい、ね、こちら、ベロードサーフェイス書いてある。まあ、意味は水面下とかね、水面下にとか水面下でみたいな。なんかお手紙拝見するとご夫婦で水面下でなんかいろいろこちょこちょやるのが好きなんだみたいなこと書いてらっしゃいましたけどね。多分まあなんかの密売とかやってらっしゃるご夫婦なんじゃないかな。それは水面下でなわけないです。なわけないです。まあ、うちらも好きだもんね、水面下でいろいろとね。そうですね。いいよね、ご夫婦でそうやって水面下でっていうかさ、ちょこちょことのツーリング行ったりとか。もうだってね、こう趣味が合うからこうやってお二人でステッカーなんか作ったりとか。いいですね。こうやって送っていただいたもんですん でしかもシートの裏なんてわけいきませんよね、はい、サポートしていただいた以上はもう徳山ご夫妻はもううちの株主、そうです ねもうパトロン、そうです物言う筆頭株主においてあとは何あとは何て言えばいい、社長、あ、社長じゃねえ社長まで言っちゃったやだね、こういう時にボキャブラリーがないのね、はい、しっかりとね目指すところにプライトステッカー貼らせていただいたので、はいはい、なんていうんですかね、まあ、この賽銭箱企画みたいなのとかって、まあ、僕がコース走りますんでその、ね、チームを応援してもらうためのみたいなことを言ってましたけど、ちょっとこのコロナ禍で走れないからこの間はね、ちょっと改装費用に使わせてもらっていいですかみたいなね、賽銭箱なんかこう、なんか
不正疑惑みたいなものが皆さん別に応援してもらっていいから大丈夫だと思うんですけど、あのきちんとねサポートしていただいたのもきちんとこうこれからマシンの方で走る方法とかも、はい、しっかりと有効に使わせていただきますんでね、本当、はい、この度は応援ありがとうございます。ありがとうございます。頑張っていきます。もうあのね、まあ期待はされてないと思いますけど、すごいものはお見せできないと思いますね。バイク乗りとしてはもうちょっと枯れ果ててしまっているので、まあ、ただ頑張ってね、面白いものはねお土産で動画で撮って帰ってこれるような活動をやりたいと思ってますのでね、はい、末永く見守ってください。この企画、曇りがちまなこで見届けようと、どうもありがとうございました。また次回。